よっ、うわ、あったりいいな。またね、これがめちゃめちゃジャンクなんですよ。いいよ、デカ盛りで食べてるけどさ、並盛りは初めてかな。めちゃくちゃうまい。こう味濃いんでね、お酢の味変なんかもめちゃめちゃ合いますね。続いてね、つけ麺の3種ですね、まとめていただきました。熱くて持てないんだ。麺こんな感じ。いいよ。甘みの方がガツンときて、ザ・魚豚のスープって感じ。粘度もしっかりあるし、後味にね、この魚介の辛みっていうか苦みに近いような旨味もしっかり感じるし、うまい。これ好きだな。醤油感はすごい立ってるんだけど、甘みが強くてね、物足りなさないというか、しっかり旨味が入ってるし、食べやすくてね、結構満足感が高い。麺の最後はこれ、うん、見えてるからこれ見た目なんかすごくない？ニンニクも入っていくからしっかり合えないな。
二郎系っぽいんだけど、やっぱりこれもね甘みが強くて、まあ、二郎系と、まあ、軽食系さんとか大食系さんとかそういったお店のいいところをなんか合わせたようなつけ麺になってますね。あと麺がもちもちしてうまいんだこれ。これ次がね、あごだしの中華そうみたいですね。お、細麺だ。中華そばみたいなもの、僕まだねこちらのお店であの淡麗のものを食べてないんでめちゃめちゃね楽しみにしてます。うん、あうまっ、うん、なんかね昔ながらの中華そばっぽいんだけどちょっとね、香味油なのか香ばしさがあってすごい食欲をそそるような味付けになってる。塩系だね、多分。
甘みがすごい強い、うん、お客様、お客様、ご来店お待ちください。